まあ、昨日個別相談がさ、まあ、2件あってね、で、まあ、1件はさ、ね、テレビ、あ、じゃあ、ラジオのね、番組からのことで、まあ、ちょっとね、まあ、ちょっと複雑なね、ことがあって、で、それを、じゃあ解決するためにどうするのって言ったときに、誰と相談しても解決できなかったね。で、僕は一つのアイデアを出して、あ、こうしたらいいんじゃないですかっていうことを一応提案したところ、いや、びっくりしちゃってるわけ、そんなことできるんですかみたいなね。で、それは、すでにさ、もう以前にもいろんなことやってるね、中での解決方法ね、というのを一応提案して、で、それはじゃあ、その党の本人に、相談してからもう一度、じゃあ、来ますなんてことになって、で、まあ、それはさ、まあ、いろんな、こうね、いろんな人がいろんなこと考えてさ、まあ、行動してるんだけど、要するに最後はさ、相続発生したときに、どう処理するかっていうことね、で、それについてさ、技術のない人はさ、わからないわけだよな。で、うちは今、ある程度いろんな技術があるから、できることがあるわけ。で、これはね、正直言って、うちでしかできない、ですよ。だから他の会社では絶対に無理なわけ。だからそれは、結果的にね、まあ、どういう転ぶかわかんないけど、まあ、うちの提案を受け入れるかどうか、もしくはね、融合をどうやって書くか、いうことをね、やるわけだけど、まあ、その他、その後はさ、いや、30年前だよね。前職の会社で、一応僕はね、賃貸のさ、責任者になったことあるのね。で、まあ、それをさ、まあ、ずっとやってたんだけど、入社してね、3年はね、売買の営業してたんだけど、まあ、4年目はね、企画の課長やってて、で、企画の課長をずっと続けながらさ、その事業部引き受けたんだけど、その時にね、なんていうかな、仕事がないわけだよな。要するに仕事がないっていうかさ、ね、ただ単純に管理取ってこい。ね。で、あとは、仲介の売り上げ上げろ、言ってるわけだね。だけどさ、そういう人たちって、さ、結局、その、会社の中では、要は、売買のね、仕事ができない人たちが、ずっと吹き溜まったわけ。で、この人たち、全くやる気ないんだよな。やる気ない中で、じゃあどうやって仕事していくかっていうことで、考えたのは、もうとにかくさ、いろんなご用意してこいということと、もう一つはね、まあ、得意な分野としては、セミナーだかな。で、一応相続対策のセミナーやってみたり、あとは、賃貸のね、トラブルの処理の仕方をね、セミナーやったりしてて、で、それで1年間さ、まあ、とにかく、ご用聞きのようにね、とにかくお金になるなら関係なく、全部仕事持ってこい、言って、で、その時に来た人なんだよ。でさ、こっちはさ、貸し屋の話をしてるわけなんだけど、借地の話なんだよな。で、その時に、借地権ってさ、いろいろね、調べてみると、まあ、借地人が結構強い権利を持っていてね。で、その人がさ、まあ、この、地主とのね、いろんなトラブルがあって、で、とりあえずその物件を売りたいって話だったわけ。で、それで、じゃあどういう段取り取ったらいいんだろうということで、まあ、当然だけどもね、一回地主さんのとこに行って、まあ、買い取り請求をしてみて、もしくは、ね、譲渡の承諾をもらう、もしくは建て替えの承諾をもらう、まあ、そういう交渉をして、で、断られたらさ、ね、借地不詳事件って起こすわけだな。で、これは一応ほら、弁護士と打ち合わせしながら、あ、そういうやり方あるんだ、ということで、ね、やってたわけ。で、結果的にさ、まあ、3回ぐらいね、交渉行ったんだけど、全く話にならなくて、で、裁判で決着つけたんだよね。で、その裁判で決着つけて、で、結果的に前職の会社の、まあ、買ったわけだ。ね。で、そうすると、だいたい、訴訟でさ、2年半くらい買ったかな。で、2年半ね、かかって、まあ、当然その時は、僕もね、別に弁護士じゃないからさ、ね、弁護士の先生呼んで、で、常に打ち合わせでは、ね、立ち会って、いろんなアイデアを出して、で、ね、例えば、あとは、訴状に代わるさ、書類なんかも、まあ、全部見て、先生はこのとここうした方がいいんじゃないのとか、ああした方がいいんじゃないのとか、弁護士もさ、指図して、で、結果的にね、それは、譲渡を認めてもらって、で、それから建物を建ったかな。で、建築もね、ちょっと海に近いところでさ、いろんな問題点出てきて、で、なんだかんだ1年ちょっとかかったかな。ってことは、だいたい建築終わるまでに4年かかったんですよ、この事業。で、その4年間さ、ずーっとね、当然プランニングも僕がやったし、ね、その地主の解決もやったし、全部、ね、入り口から、要するに完成まで、全部やったんだよね。でさ、これね、はっきり言って儲からないですよ。お金のこと考えたら全然儲からない。ね、だけど、そうじゃなくて、僕たち今仕事してるよね。
で、これさ、ね、仕事が来たっていうのは、これね、まあ、天からの指示だろうな。で、それはさ、受け止めなきゃダメだ。まあ、これをね、いわゆる天命っていうんだよな。で、たまたまさ、僕ね、そもそも賃貸なんてやるつもりなかったから。あるね、会社に来て入社したのは、まあ、賃貸は少し勉強しようと思ったわな。でもさ、売買のね、その、住宅販売っていうのは、ね、すごく簡単でさ、ね、要するに、まあ、僕からしてみたら、難しいことじゃないわけ。でもさ、周りの人ってみんな難しいって言っててさ、売り上げも達成しないだよね。でもさ、俺は簡単に達成するんですよ。なんでかっていうと、考え方は違うから。で、この人たちは自分のことを考えて、物事を考えるわな。で、僕は常に、その買いに来た人に対してのことを考えて、販売計画を立てるよね。だから、ね、こいつらはさ、相手の生活関係なく、高いものを売りつけようとするわけよ。で、僕はね、その人の年収とかそういうのを考えたときに、やっぱり無理しない方がいいよね。ってことで、当然だけども、ね、無理して買わせない。ね、で、当然だけども、要するに自分の収入だから、ね、支払える金額のものを売る。ね、そうするとさ、物件価格が僕の方が安いわな。で、こいつら一発狙いでさ、高く売ろうとするよね。でもさ、この人には、ね、リピーターも来ないし、結局、ね、その、買った人たちが、ね、苦しんでさ、売却するってこともあるわね。でも、そういう場合も、こいつらには相談しないんだよ。なんでかって言うと、恨み買ってるから。で、僕はそうじゃないな。相手のことを考えて、ずっとやってきてる。で、その時に、たまたま、どうしようもないさ、部署があってね。で、それだけなんとかしてからやめてくれないかなって感じだったから、一応そこに入ったわけだよね。もう蓋開けてみたらさ、もうクソみたいですよ。こんなので商売行くわけねえじゃんって思うわけ。でもこの人たちはそれで仕事になると思ってんだよね。でもさ、ね、仕事ってさ、与えられるってことを分かってなくて、で、結局さ、言われたまんま、ね、ハウスメーカー訪問行って、なんか管理ください、ね、とか言ってさ、そのうちは今度キックバック加えるなんて話、ね、やって、で、ね、仕事取るなんて言ってるけど、ね、3年か4年やったんだけど、たった1棟7室ですよ。取れたの。それも15人だよ。15人いて、みんな忙しい忙しいって言ってんだよ。でも、ね、その3年4年の間に、たった1棟7個、ね、っていうのが、要するに、結果なわけだよな。儲かるわけないですよ。で、僕は、その時に、まず、ね、根本的にこいつらに問題があると。で、もちろんだけど、会社に問題ある。だから、じゃあ逆にね、要するに、人に役に立つような事業はどうしたらいいんだろう。言ったら、みんな、頭抱えることいっぱいあるわけだよね。採算はないですよ、こんなのいちいちやっても。でも、僕は思ったのは、ね、ここにある、ね、要するに、仕事が、ね、要するに効率よく動けた後にどういうことが起きるかっていうと、この人たちの所有者っていうのは、ね、不動産の所有者ですよ。だから、ある意味では資産家の人たちだよね。で、でもさ、この資産家の人たちと、この低レベルの人たちが一緒に話したって話し合うわけないじゃんってこと。だから、こちら側のレベル上げないと、この人たちと話できないんですよ。っていうことを考えたわけ。だから、僕は間口として、まあ、いろんなトラブルの処理をした。もうね、すごかったですよ。ね、もうさ、もう朝から晩まで働いても仕事がね、追いつかないですよ。だから、一週間にどうだろう。まあ、いや、大抜きなんか知ってるかもしれないけどね、俺事務所に、どうだろう。一週間に二日か三日寝泊まりしてるよね。帰れないんだ。忙しすぎて。で、そういう面では、ね、それをしたから、ね、結果的にさ、いろんな技術が身についたね。で、その借地の話もそうだよね。知らないから、ね、弁護士の先生と打ち合わせながら、ね、コツコツやってみて、あ、なんだ、仕組み効果、簡単だよねってこと。ね、それは、ね、くぐり抜けたら簡単になったんだけど、くぐらなかったら簡単にならないじゃん。だけど、ね、まず一番大事なことは、それ、天命と受け止めるかどうかですよ。で、それを、要するに、自分の成長のために、どういうふうな働いた環境なのかってことを、ね、わからなかったら、いや、そんな難しいでしょ。わ、僕できないでしょ。言うよね。今もそうだ。いろんな仕事をやってさ、お前どうって言うと、いや、俺難しいと思いますよ。あ、そう。じゃあ、やめた方がいいよね。で、これでもう天命はアウトだ。で、つまり、この人に与えられるものがなくなるわけ。わかる？仕事ってそういうもんだ。だから、ある意味では、ね、仕事のさ、楽しさとか、ね、仕事のね、その意気込みとか、いうのは、与えられた天命をどう感じるかってことですよ。なんか、日々ね、金言ってるやつは、ね、大体金で苦労するわ。ね、でも、信用をね、身につける人っていうのは、自然と、ね、要するに、社会的な地位も上がってくるし、所得もちゃんと上がるんですよ。だけど、なんかさ、今の世の中ね、
仕事に対して天命感じる人が少ないよね。だから、ね、僕はね、思うんだけど、ね、お金がない時はさ、何するんですか。知識蓄える、努力をしないと。で、知識蓄えられなかったら、お金にならないってこと、当たり前だけども、感じなきゃダメですよってこと。ね、うちの会社の中でいろんな人からね、で、いろんな知識あるよね。でもさ、ノウハウっていうのは、まあ、経験則上のノウハウっていうのは、積み重ねなきゃダメだけど、もう一つは、こいつを使って何するのってこと。で、それをどういうふうにな形で、表現するのってこと。まあ、僕はおかげさまでね、ね、弁護士の資格なんか、ね、当然、ね、難しいと思ってたから、ね、だから受けないよね。でもどうしたかって言ったら、ちゃんと本書いたんですよ。弁護士も書かないような、ね、要するにトラブルの本書いたじゃん。ね、弁護士なんて書いてる人少ないからね、本なんてさ。だけど、僕はね、せっかく学んだことだから、ね、要するに表に出そうってことでやったわけ。それ何かって言ったら、内側のノウハウを積み重ねてね、かかまんじてたら、仕事は成長しないんですよ。オープンにするから、要するに競争力が出てくるわけじゃん。そう、競争力が出てくるのはまた戦うわけだろっていうのが当たり前のことだ。だから、ある意味では、自分のやった結果を自分で、ね、要するに表に出す、いろんな形で出すことだ。で、それによって、評価されるから、ね、当たり前だけども、社会的地位が上がるわけですよってこと。社会的地位、ね、要するに、さ、積み重ならないのに、いきなり社会的地位は無理だよ。だから、ある意味では、ね、うちの会社、ね、どんどんさ、今やってるわね。で、この間もそうだけども、要するに、ね、うちの右側のページに、ね、個人のね、いろんなこと書いてあるな。で、これ書いてあるの何で書いてあるかっていうと、お客さん選択するんですよ。ね。あ、いや、この人、え、いや、この人じゃなくてこっちにしようよ。あ、そういう話あるよね。あ、わかりました。じゃあそうします。あ、なるよね。で、それは何かって言ったら、要するに、ここの、ね、プロフィールもさ、気にもしないやつがいるじゃん。ね。免許取ったんで書き換えてないやつがいるじゃん。ね。それみんなが見てるってことは忘れちゃダメだ。ね。あともう一つは、自分の立場っていうものをちゃんと明確にして書き込む。ね。で、その中で、要するに自分は何ができるかってことを、まあ少なくともここくらい書き換えだとな。あとは本ね、もう、要するに出す。ね。要するに、それが認められるか認められないか。ね。こういうもそうだろ？ね。来て、ね、人も来ないのにさ、また同じなんかタイトルでやってさ、で、なんか企画のやつ一生懸命、ね、俺のセミナーも、この人のセミナーも、同じ時間かけて広告してるんだよ。で、どっちが勝ちなの？いうことだな。それは価値がないのに、自分の価値をね、要するになんか高評価しちゃダメよ。やっぱり失敗したら、やっぱりね、新しくね、自分のことで、いや、これはなんで失敗したのか。で、なんで人が来なかったか。分析して次の手打たないと。っていうこと。だそれが積み重ねて、やっと社会的地位に結びつくんですよってこと。まあ、それをよくね、考えて行動してください。ね、お願いします。以上。